新長田合同庁舎神戸県民センターは、日本の都道府県の一つ、兵庫県が設置している出先機関である。県庁所在地である、神戸市の全域を管轄する。本局は2019年8月より、神戸市長田区の新長田合同庁舎に置かれており、他に、中央区の神戸総合庁舎、長田区の西神戸庁舎、西区の神戸農業改良普及センター庁舎が、 設置されている。かつての本局だった神戸総合庁舎は、1980年に、吹き合区と合併して、中央区となるまで、幾多区の区役所として使用されていた庁舎を県が、神戸市から買い上げたものである。2001から2019年に本局が置かれた、神戸総合庁舎兵庫県では、1942年から、旧軍役所に変わる。 地方組織として地方事務所を一もしくは二軍を編成単位として設置していたが県庁所在地の神戸市は県庁の直轄とされ地方事務所が置かれなかった。1971年から1975年にかけて阪神、東張間、西張間、田島、丹波、淡路の各県民局が設置されるがこの際にも神戸市は 本庁直轄とされ、県民局の設置は見送られた。その後、2000年に県民局の数を6局から10局に増設する、県民局設置条例の改正が行われ、2001年4月1日に、神戸県民局が新設された。2013年、兵庫県は阪神南県民局と、中ハリ県民局の2局について、館内の中核市に、 大半の権限が異常されていることを理由に廃止し、近接する県民局へ統合して発局体制とする再編案を発表した。しかし、県議会や両県民局の管轄区域に含まれる市長議会で廃止案に対する反発が相次ぎ、また、中核市である天ヶ崎市、西宮市、姫路市以上に多くの権限が県から異常されている。 神戸市を管轄する神戸県民局が廃止対象にならないのはおかしいとの批判を受けて、神戸を含む3県民局の規模を縮小し、県民センターに改組する方針へ修正され、2014年4月1日に神戸県民センターが発足した。兵庫県県民局及び県民センターの管轄区域図。点線は、旧、摂津国、丹波国、張馬国、田島国、 淡路国、備前国、三正坂国の国境。1、神戸県民センター2、阪神南県民センター3、阪神北県民局4、東張間県民局5、北張間県民局6、中張間県民センター7、西張間県民局8、田島県民局9、丹波県民局10、淡路県民局。ありがとうございます。